ポール・マック・レディポール・マック・レディはアメリカ合衆国の航空機技術者で人力飛行機のパイオニアである。1977年に人力飛行機で180度の方向転換を含む 2.1km の飛行に成功しクレーマー賞を獲得した。コネチカット州ニューヘイブンの医師の家に生まれた。幼い時から発明の才能を示し、15歳の時に 飛行機の模型の全国大会で優勝した。コネチカット州のホップキンススクールを卒業した後、イエール大学で物理学を学び、その他リフォルニア工科大学で航空工学の博士号を得た。第二次世界大戦末期に海軍のパイロットとなり、1951年に気象研究の民間会社、ミティララジーリサーチインクを設立した。 戦後グライダー競技への参加をはじめ、1948年、1949年、1953年の3回、アメリカ合衆国の国内のオープンクラスのグライダー、競技会、リチャード・シー・デュポンメモリアルトロフィーで優勝した。1956年にアメリカ人として初めて世界大会のチャンピオンとなった。グライダーの速度と効果率の関係を求め、簡易計算する。 マックレディスピードリングを作り、これは現在も使われている。ピーター・リサマン博士と共に人力飛行機の開発を行い、ゴッサマー・コンドレ号は1977年、180度の方向転換を含む 2.1km の飛行に成功し、クレーマー賞を獲得した。アルミ缶のフレーム、発泡プラスチック、ピアノ線、自転車用の部品で作られた機体はマイラー白で、 カバーされた。1979年には、ゴッサマーアルバトロス号を開発し、ドーバー海峡横断飛行に成功した。その後、太陽電池をエネルギー源とした、ゴッサマーペンギンやソーラーチャレンジャーの開発を行った。1971年にエローバイアンミントインクを設立し、無人飛行機の開発や動力源の開発を行った。NASA の 太陽電池と燃料電池を電源とする無人のソーラープレーン、ヘリオスの開発に従事し、ヘリオスは高度96,863フィートを達成し、プロペラ機としての高度記録を作った。ヘリオスの飛行した希薄な気圧条件は、火星の大気と同程度で、理論的には火星を飛行できる。ソーラーパワーの自動車の開発にも関わった。 1985年にスミソニアン協会のために翼竜ケザルコアトルスの1にスケールの模型を制作した。6メートルほどの翼服の模型は1986年にリモートコントロールでカリフォルニア州のデスバレーで数回飛行し映画に撮影された。ありがとうございます。